2000年初頭まで G7 の経済は世界の GDP の6割以上を占めていました。今日では4割強にまで低下をしています。この傾向は今後も続くでありましょう。一方でブリックスの経済規模は世界の26%に達し G7 は当事者の一方であり、そこで取りまとめた政治的合意は 対立を緩和するよりも悪化させがちであります G7 の方針がグローバルサウスの共感を得ることもあまり期待できませんこうした状況を目の当たりにして私は地域的な枠組みに目を向けることが問題解決の一助になるのではないかと考えています